9位、ジョーが順子を狂わせた元凶だから。これはわかる。9位、マタラ大きな。子供みたいな喋り方が苦手。人によるかもな。8位、雲一輪。上からと美化されてるけど、元の頭脳やだと全然可愛くない。聞いたことねえわ、こんなの。7位、タタラ怖さ。生理的に無理。言い過ぎだろ。悲劇のヒロインぶってる感が嫌。6位、森近凛之介。原作知らんけど変態なイメージがある。いるだけで無視図が走る。もうすごい言われよう。5位、ハニヤッシンケーキ。見た目も中身も嫌い。デザインに無理やり感を感じる。何があったんだよ。4位、よりがみしおん。ロングのボサボサヘアが不潔。天使の腰巾着。髪サラッサラだったらいいんか。3位、コマのアウン。グロテスクな東方ギャル。グロテスク。こいつが何を言いたいのか全くわからん。2位、二つ岩の溝。意味で影薄くて見にくい。優遇される意味がわからん。あと言われてんのか、これ。聞いたことねえぞ。1位、宇佐美すみれ子。東方キャラほとんど好きだけど、こいつとあの狛犬はほんといつ見ても飽き気がする。いつの間にか巻き込まれてるアウン。なんか見た目老けてる。そうか？